お待ち、ヘビリンザーマスワよ、チェーキ。というわけでございまして、改めまして大人の皆様、おこんにちは。さ、ヘビゾウのお待ちとおさま、大相撲今日の親おっちょね、奥様ね、何をやるのかしらね、前回の続きやるザーマスワよというわけでございます。さ、まあ一体ね、今日はどんなお話をする、まあ、前回のお話プラス、そして、ね、またちょっとプラスアルファのお話もね、させていただけたらと思いますので、よろしくお願いをいたします。どうぞというわけでございます。まあなんだかね、寒いザーマスはね、暖かくされてるザーマスかしらね。まあ寒くてこんなね、ヘビリンのバカ配信なんて聞いてられないわっていうわけでございますね。まあそういうお話もたくさんありますが、まあもしね、ちょっとお時間お手すきの時があればね、ちょっとお付き合いをいただけたらと思います。それではね、今日はラジオ配信ね、でもちょっとお目目も拝借するザーマスわよ。それでは番組スタートするザーマス、よろしくどうぞ。そういうわけでございまして、改めましておこんにちはのヘビリンザーマスワよ。まあ今日はね、なんかこんないきなりこんなわけのわかんないね、見えづらいでしょこんな表ね、ヘビリン別に特別編集するわけでもないですからね。まあその前にね、前回のお続きをするわけざます。なぜ若鷹は地方場所に弱いのかというですね、前回のですね、それでも親王朝がなくならないわけをまず最初にちょっとお話ししておきましょう。はい。高花田は千秋楽に荻の花を寄り切ってようやく三役の座を守ったとはいえ8勝7敗。若花田は序盤戦は好調だったが、7日目の霧島戦で足を痛めて4勝9敗2つの休みと大きく落ち込んでしまった。昨年7月場所以降の2人の成績を振り返ってみると、まず7月場所名古屋が高花田11勝4敗、殊勲賞技能賞で若花田7勝8敗、9月場所東京が高花田7勝8敗で若花田11勝4敗、11月場所九州では高花田若花田とも7勝8敗、そしてその次の年の1月場所が高花田14勝1敗優勝と3勝独占、若花田10勝5敗技能賞。3月場所大阪が高花田5勝10敗で若花田が0勝10敗5つの休み。5月場所が高花田9勝6敗で若花田11勝4敗。これ技能賞取ってますね。そして7月場所は先に書いた通りで言うわけでもありませんが、若鷹は地方場所に弱いという声が今や各界関係者ではなく相撲ファンの間でもすっかり定着しています。若鷹はなぜ地方場所に弱いのか、我々が見るところ、まず何と言っても問題なのは、地方場所では東京の藤島部屋と違って相撲に集中するのが難しい。何しろ年1回の大相撲、ね、不安のはしゃぎ方が違う。朝から稽古場に殺到しますし、トイレまで覗こうとする。隣の銭湯にもおちおち行けないというわけ。若鷹にしてみれば15日間覗かれっぱなしという感じなんですね。藤島部屋の関係者が苦笑い交じりにこう言いました。東京だと例えばソープランドに行くにしてもある程度目をつぶってもらえるでしょう。ところが地方だとファンの目が光っています。1日24時間若鷹がどこに現れてもパーッと噂になってしまうわけです。実は若花田は川崎の超高級ソープの常連客などという噂もありますが、多分地方場所ではそういう面でも不自由な点があるんじゃないですかということです。私生活ばかりではなく、支度部屋にしても見知らぬ顔が地元の顔役だといった態度で入ってきたりします。花のお江戸の国技館ではこんなことはまずありません。また普段東京では見かけない地元紙の記者たちと記者クラブにも出入りします。やや余談になりますが、記者たちも力士たちもこの地元紙の記者たちをあまり信用していないというか、やや警戒しています。つまり外に知られたくない部分、例えば親王朝の交渉なんかを目撃されるとまずいなんて意識があるようで、お注射力士も地方場所ではピリピリします。大入り袋をこの地方の記者には配らないケースも多く、国技館での東京場所とはちょっと違う雰囲気でどこか落ち着かないというのも事実ですよね。もちろん若鷹はガチンコ力士、そんなお注射相撲の心配など今のところはないわけですが、それにしてもざわついた雰囲気や24時間つきまとう周囲の視線のプレッシャーからいまいち土俵に集中できないのは事実のようです。人気力士の宿命とも言えますが、早くそうしたプレッシャーを跳ねのけて地方場所でも強い若鷹を不安としては見たいというのが本音だったのでしょうね。
はい、いかがでしたでしょうか。次回はですね、もしご好評いただけるのであれば、地方場所は駐車力士が元気なわけについてお話をしたいと思います。それではですね、今こちらに出ています。前回のねお話をさせていただきました。令和6年1月1日から令和6年12月31日まで、2月1日ですけどもね、収支予算書損益計算ベースのものが相撲協会ちゃんの方で電子公示で発表されました、公開されましたね。まあちょっとね、こんなもの見づらいよと、字が小さすぎるこのヘビリンのこのクソバカ野郎ってね、まあ本当私はクソバカ野郎でございましてですね、もう本当に垂れ流しね。ですので、もしお客様の方でですね、まあ正式なものが見たいというのであれば、相撲協会ちゃんのホームページの方に電子公示という欄がありますので、そこをクリックして年度別で確認をしてみてください。それでですね、まあ結論から申し上げます。結論を申し上げますと、約ですね、令和5年度に比べてですね、余剰金、相撲協会ちゃんが持ってるね財産、お金の方の財産ですよ、70万4000円減少しています、令和5年に比べてね。まあこれはね、経済学の先生や例えば公認会計士や税理士の先生から伺うと、まあ大きく騒ぐほどのものではないという金額だそうでございます。というのはですね、もっとね、流行り病のあった時期、まあ今から3年4年前はもっと大きく落としてたんですね。1億2億って平気で落としてたんです、余剰金を。ですからそれに比べると70万4000円という金額はそんなに大きく騒ぐものではないということでございます。ではね、ちょっと大まかなところだけ見ておきましょう。こちらがですね、小未資産の部でございましてですね、まあ基本財産から特定資産からですね、何ですか、寄付金からですね、受け取りの寄付金、そして受け取り寄付金の補助金とかですね、あります。まあそしてですね、ちょっと大きく確認しておくとですね、まずこの固定費ですね、人件費と言われる固定費の部分を見ると、役員報酬がですね、7000万ありました、約ね。そして給料手当というのが3億9380万ありましたね。そして臨時雇い費、521万6千となります。これ臨時雇いっていうのは、まあ、その場所場所で、使う、出た時に、あれですね、アルバイトの人たちに払った金額なんだそうでございます。これが521万6千円。そして、お相撲さんたちや、役員ですね、あと相撲協会 の, 職員たちに払う賞与ボーナスですね、これが8387万4千100円でした。そして、もう一つ、幕下以下の取り手たちに払う給料ですね、これが3億6350万ありました。よろしいですか。そして入場券の手数料というのが4613万円ありました、9400円でしたね。はい、この辺を全部合わせますと、賞味期限がですね、そして売上ですね、売上というのがですね、まあ、巡業も全部含めてちょうど100億ぴったりぐらいでした。まあ、そんなことを考えるとですね、今一番多かった時期っていうのはですね、巡業が年間約80数日あって、場所も6場所全部ね、まあ、九州場所は一部除きますけどもね、連日満員御礼とかって言ってましてね、一番多かった時120億ぐらいあったんですね。それが、昨年度は約100億ということで20億ぐらい落としてる。まあここも大きいことをちょっと確認しておいた方がいいですね。まあ、そして今度パート2に行きますけども、こちらの方が支出の部ですね。支出というかね、入ったり出たりっていう、まあ、まあどちらかというとですね、まあ固定してない、まあ動く方の費用ですね。まあこういうのを確認しますと、こちらに出ております。まあいろいろとね、力士養成費が、これはね、力士等養成費というのは先ほどの取り手に払ったプラスですね、各部屋に払うものというのはですね、1億2531万4000円となりましたね。大きく見るとですよ。そして計上費用の合計が10億6249万円ありました。そしてですね、ここからです。何が大きくマイナスで出ているのかというとですね、この3254万5000円というのがありますね。この下から見ると計上外費用のところにここが大きく出ています。他会計振替前当期一般賞味財産増減が3254万5000円減ってますよって。じゃあこれ何で減ったのかというと、評価損益の調整前のね、減益も同じくぶつかっています。じゃあこれは何がぶつかっているのかというと、はい、一番大きく出ているのが
はい、教会員の福利厚生事業に2700万出ている、まあ、ここなんですね。大きく見ておきましょうねということです。そしてなんやかんやと足したり引いたり足したり引いたりしていく中で、はい、登記して賞味財産増減額が70万4千のマイナスですよと。そして今期ね、賞味財産の残高が残ったのが277億4388万6900円になっているというところがこの数字でございます。まあ、お客様の中でですね、まあ、経済にお詳しい方とかこういうものの見方がお詳しい方いらっしゃると思いますから、まあ、もしもっとねヘビリンの確認事項以上の中でですね、もっと詳しく見たいという方がいらっしゃれば、相撲協会ちゃんのホームページの電子工事というのを見ていただければ、あ、なるほど、ヘビリンの言っていることは、まあ、大まか間違いじゃなかったねというわけでございましてですね、まあ、確認ができるんじゃないでしょうか。あとですね、大きくちょっと失っているというのはですね、広告販売事業、これマイナス出てるんですけどね、6億1200万って出てるんですね。これ6200万じゃないですよ。6億1200万、6億1200万ですね、出てますね。6112万じゃないですね。6億1200万出てるという。ちょっとこれがマイナスになっている。まあ、売り上げが足りる。こういう部分のものが売れなかった。あとは物品販売事業も約2億ほどマイナスになっている。まあ、そういうものがすべて承継していって、9億4100万8500円となっておりますね。で、まあ、それでも出ているマイナスもありますけど、もちろん入ってきているお金もありますから、そういうものも全部ひっくるめるとマイナス70万4000円が、まあ、今期失われて、減少してしまった金額なんですねということでございます。いかがでしたでしょうかね。まあ、私ですね、あまりこういう税務会計の方はそんな専門ではありません。まあ、あくまでもこのように確認させていただいて、ふん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 って見て、ああこういうことかって見た数字でございます。まあ、冒頭にも結論で申し上げましたが、70万4千円の減額と、余剰金が減ったよということで、まあ、税理士の先生や公認会計士の先生に伺うと、これはそんなに大騒ぎするほどの金額じゃなかったよということです。ただこれがですね、ただ一つだけ、これがですね、毎年毎年続くようになったら大きくなってくるぞっていうお話だそうです。何でもそうですけどね、1円でも2円でも減ってくってことはあまり何ですか、財務状況でいいお話ではない。1円でも2円でも積み重ねていって増えていくっていうのはいいことですけども、少しでも減っていくっていうのは、余剰金が減っていくってことは、それだけその団体の、何でしょう、潤いが、生活の潤いが薄くなっていくわけですからね、あまりいいわけがないでしょ斉藤先生っていうふうに私は、教わりましてですね、うん、そりゃそうですよねって、斉藤先生ご自分のうちの預貯金考えてごらんなさいって、毎年毎年減少していったらあんまり気持ちのいいもんじゃないでしょって、生活に潤いがなくなりますよねってふんふんと聞いてたんです。ですからそれは当たり前なんですよって、少しでも増えていくのが当たり前で、少しずつ減っていくっていうのはあんまり気持ちのいいもんじゃないというわけでございます。よろしかったでしょうかね。まあそういうわけでございまして、いかがでしょうか。まあ、一時よりもね、1億2億ガン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 減っていくよりは、はい、70万4千の赤字だったという経営です。まあ、結論から言いますとですね、大きく言う、大雑把には70万4千円。まあ、そうですよね、そんなに騒ぐほどの金額じゃないですし、まあ、ただまだね、余剰金も277億あるんであれば、まだいいんじゃないのというところでございますね。まあ、ただこれからですよ、一つちょっと考えてみてください。両国国技館というのは、相撲協会さんの、はいね、常設会場ですね。この常設会場ももう建築してから30年が過ぎまして、そろそろ修繕の時期に入ってきてますね。まあ、修繕というと、まあ一般のご家庭でいうとリフォームの時期ですね。例えば外壁塗ったり屋根変えたり、ね、内装のね壁紙張り替えたり水回りをやったりとかって、まあいろいろありますよね。まあそういう部分を直していく上でお金が必要になりますよね。誰もタダでやってくれないですね、そんなのね。ですからそのお金がどれぐらいかかるかっていう計算になりますよね。これはね、2年ぐらい前からずっと相撲協会ちゃんの方でね、大きな問題になって、問題というほどでもないんですけど、やらなきゃならないって言ってるんですけど、なかなかねこういう流行り病があって、やろうと思ってこうなかなかこう着工できないという現実があったわけでございますけれども、まあそろそろやらないと、いい加減やらないと、本当に建物ボロボロになってきて、
ほったらかしとくってわけにいきませんね。ですからやらなきゃならない。それをこの余剰金でできるのかっていうところなんだと思います。ただ余剰金全部使えばいいってもんじゃないですからね。ただ私が言いたいのは、本来お相撲協会というのは、ね、公益財団法人です。公益財団法人というのは、公益というのは公の利益ですね。私益、私の利益じゃありません。公益財団法人というのは元来利益を出してはいけない団体です、ね、それでありながらも、まあ、利益をそこそこ出しながら、まあ、今年はたまたまね、現役になりましたけども、まあ、元来利益を出してやっているという団体が、これいかがなものかと、補助金もらったりなんかもしてるんですよ。ここに書いてますよね、補助金出てるってね。補助金ここに1枚目に出てましたね。ですね、補助金の受取額がですね、2892万5千って出てますよね。受取補助金ってことですね。どっから2895万円ももらってんでしょってなるわけですけども、まあそれは別にね、あまり深くやるとですね、反社の皆様たちがですね、ギャー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 騒いだ人おっかなくなりますからね。お客様、そこは手を立たない方がいいざますわよ、おっかないざますわよ、ね、いろいろとね、ケツ持ちなんてのが出てきたりなんかして、恐ろしい思いするから気をつけた方がよろしいざます。まあそういうわけでですね、まああとはですね、もし、もうちょっとお詳しくやれというのであれば、まあヘビリンどうしましょうか。もうちょっと長くこれだけを専門に15分ぐらい話した方がいいのかしら。まあもしですね、リクエストがあればこの部分だけもお話しますし、まあこれぐらい聞けば十分だよっていうんであれば、またそれもそれもね、おコメントにてどうぞ。まあ何度もしつこく言いますが、これは公示され、電子公示、公に示されているものです。私が別にどっかから隠れて手に入れたものではありません、ね、ですので、ホームページの方からですね、お客様の方で、まあインターネット等でですね、つなげてみれば、見れるものですから、お客様の方で確認されて、もしわからないと、何言ってか見たけどちょっとわからないなってところがあったら、またヘビリーに質問していただければ、私のわかる範囲で回答をお答えしたいと思いますんでね、よろしくお願いをいたします。それではですね、ご挨拶しときましょうか。ね、姉ちゃん見てか、あ、そうそう、これ面白かったね。薬品費っていうのがあるんですよ。薬品費、薬品費っていうのがですね、なんとですね、年間にですね、184万5千円もかかってんですね。これびっくりしましたね。お薬、まあそうですよね、相撲協会の力士たちが上から下までで、今599人600人切ったとかって言ってますけどね、599人でみんなで薬使ったら184万5000円もなるんだ。また随分区切りのいい金額だなっていうね、それをね、笑いましたけどもね。まあなんです、足痛いから尻尾張ったり塗り薬塗ったり、お腹痛いから薬飲んだりっていうと、多分そんな金額になるのかなというふうに私も見ましたけどもね。いかがなもんなんでしょうか。随分高い薬品費ですね。健康増進法大丈夫なんですか。まあその辺はですね、まあ半分今これ冗談ですけども、まあなかなか一般の家庭でね、百数十万もね、薬品費かかる家あるんでしょうか。ね、まあそんなところもいいでしょう。まあそれではね、ご挨拶しときましょう。はい、姉ちゃん元気か。ね、姉ちゃん後で来ますよ。はい、それではですね、瀬戸内さん、おコメントありがとうございます。大変ね、貴重なおコメントね、ありがとうございます。ヘビリン励みになりますね、楽しいですよ。まああとね、もう3月いっぱいでのヘビリンのね、ファイナルカウントダウンですのでね、まあもし、お時間が許される範囲があって、お手つきであればね、最後までお付き合いいただけたら幸甚です。はい、その次ですね、森子先生、おコメントありがとうございます。いつもいつも感謝です。本当ね、今場所もね、貸したり借りたりというのはね、初場所ありましたね。大阪場所どうなるんでしょうか。まあ誰が横綱になるのか、誰が大関なのか、私も分かりませんけども、まあ貸したり借りたりのね、部分がある中で、まあ彼らもね、一生懸命やってるんでしょう。まあそういうわけでございますね。あと他にもですね、川原さんお元気ですか。松山様お元気ですか。まさぴーママ上よというわけでございましてですね、まあ他にもね、多くのおコメント、ネタカさんありがとうございます。他にもね、おコメント、愛国さんもね、ありがとうございますね、感謝申し上げます。あともう少しです、引退までもう少しね、ですのでね、まあ、ヘビリンですよ。別にテレビが引退するのはよく私知りませんけど、テレビのね、テレビじゃない、まあ、ヘビピーでもね、まあ、ヘビリンの引退も3月いっぱいですんでね、まあそろそろお付き合いもいただけたらと思いますんでね、何ですか、お許しをくだされば。と、あと稽古ふんどし費っていうのもね、年間360万もかかってるんですって。すごいですね。あのふんどしが全員使ったら360万もするってとんでもない話なんですけどもね、これ無駄遣いじゃないのと思いますけどもね。まあ身なりは綺麗にってことでしょうか。まあそういうわけでございましてですね、まあもう少しのお付き合いですので、
お手すきの時にどうぞ。それではエンディングです。はい、エンディングでございます。花田勝氏がなんてこうやってもういい加減にしろってわけでございましてですね、本当にね、おめえはそれでいいやなんてこう、もうおめえはそれでいいやって、そうじゃないですね、まあこういうふうにお話もさせていただきました。いかがでございますでしょうかね。意外とお金かかってるっていうか、どんぶり勘定でやってるにしか見えませんね。あのお金、これだけを見るとはっきり言ってお金の流れがつかめません。というのは、あの収支予算書、収支決算出てるわけですけども、もっと詳しく出さなきゃダメなんです本当に。ただこれの金額をポン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 って、もう何でしょう、全部区切りよく転びでね、000000でお尻を締めているということでですね、1円単位で出さないところがちょっと怪しいなっていうところがあります。ですから正直に申し上げて、詳しく出せないんでしょうね。うん、はっきり言って、どこからどれだけの寄付をもらってるかとか、どこからどれだけにお金を払ってなきゃならないかとか、例えばなんかお土産品を買うので、あの売るのであれば、どこから何を、どれだけ、どの金額で仕入れてるのか、そんなぴったりな金額になるわけないんですね。あと物が売れ残った時、売れ残った時っていうのは、例えば食品とかであれば廃棄処分しなきゃいけませんよね。その廃棄処分の費用だとかももう一切出ていません。そういうところを見ると、ちょっとどんぶり勘定というか言えないところがあるんだろうなと。まあただそこを突っ込むのは相当やっぱり、何かしらのね、力が必要なのかと思います。それではまた次回、私が殺されなければお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。